ドゴアルヘンティーノとは、アルゼンチン原産の狩猟用、東洋の犬種である。別名は、ドゴアルベンティーノ、アルゼンチンドゴ、アルゼンティニアンマスティフ。本来は、刀剣として作出が始まったが、作出初期の段階で嗅覚が鋭く、狩猟能力に長けていたためピューマなどの大型重要の猟犬として、使うために計画は、路線変更された。 1925年に作出が開始され、作出者兄弟はスペインから、刀剣手であるコルドバドッグのメスを10頭入手し、これの力強さをキープしたまま、粘毛性を抑えて、忠実な性格を引き出すために綿密な作出計画が立てられた。はじめに、このコルドバドッグにイングリッシュポインターが交配されたが、これにより早くも狩猟犬としての優秀な能力を、 開花させたため、少しだけ作出計画が修正され、さらなる一種交配が続けられた。イングリッシュポインターの次は穏やかで優しくも、体力のある性質を加えるためのボクサー、サイズを大きくし、足を長くするためのグレートデーン、勇猛果間で痛みに強くするためのブルテリア、さらに忠実さと勇敢さを強調し、 胸を広くさせるためのオールドイングリッシュブルドッグ、狼をもしとめる、優れた、狩猟能力を加えるためのアイリッシュウルフハウンド、顎を強くするためのボルドーマスティフ、穏やかな性格を強調し、純白のコートにするためのグレート、ピレニーズ、コートを短くし、力を強くするためのスパニッシュマスティフを順次、交配させることによって、ドゴアルヘンティーノは、作出された。なお、 この作質に用いられた犬種は、デズモンド・モリス著書、デズモンド・モリスの犬種辞典で述べられている説を採用しているが、専門家によっては、最初にコルドバドッグに交配された犬種は、イングリッシュポインターではなく、スパニッシュポインターであるとされていたり、最後に交配された犬種は、スパニッシュマスティフではなくイングリッシュマスティフであると、唱える異説も存在する。しかし、 それ以外の使用された犬種についてはほとんど一説がない。このように多くの犬種を荒廃させ、1947年に完成したドゴ・アルヘンティーノは、ピューマやイノシシの狩りに使われたのだが、一部では違法な刀剣として使われてしまったため、イギリスなどでは凶暴な犬種というレッテルを貼られてしまい、無許可での飼育、販売、輸入が規制されてしまう事態にもあってしまった。 しかし、原産国や陳犬種を好む国からは、人気があり、小ドッグやペットとして飼育されている。日本でも不思議な魅力に惹かれて飼育する人もいて、数年に一度国内登録がある。近年は2004年度に登録があって、以降4年間登録がなかったが、2009年度に5年ぶりの登録があり、その国内登録等数順位は136位中120位であった。 現在、シノラコチャ、ノリズ・マルティネスの家族は、犬小屋菜で品種の水準を維持し続けて、暗いオダロラコーチ子犬非常に短いホワイトのスムースコートで、その下からところどころピンクの肌が透けて見える。不思議な特徴がこの犬種の一番の魅力である。目は小さく、瞳の色はブラウンもしくはブルー。筋骨隆々の体つきで力が強く、嗅覚も非常に優れる。 垂耳は、段耳して立たせるが、尾は、段をしない。尾は、飾りかのない垂れを。体高61から69センチメートル、体重36から45キログラムの大型犬で、性格はプライドが高く攻撃的であるが、訓練を積めば忠実で、有効的な面を伸ばすことも可能である。しかしながら、初心者には飼育できない犬種で、 しっかりとした管理がなければ飼育することができない。散歩の際には後輪をはめ、太いリードと同輪をつなぐ必要がある。また、単に、ペットとして飼育したいのであれば、虚勢、否妊手術を行うことにより、性格を和らげることができる。なお、イギリスなど危険な犬種の飼育を規制している国では、首の皮下にマイクロチップを埋め込み、登録を行うことが義務付けられている。 ありがとうございます。